ご覧いただきありがとうございます。ラジコンカーマニアの高弘です。マイティフロッグエボリューション3発売です。プロトタイプテスト走行動画見ていただきましたか？すっごい走りが良かったですよね。そして期待に応えしてついに今日発売することが決まりました。こちらこんな感じになってます。今日は全貌を明かしますからね。そして走行動画今から撮りにこの語り部分が終わったら撮りに行って後ろにつけますので、よろしければそちらもご覧ください。まずは説明していきましょうかね。マニアの方見ていただけてますかね。はい、ボディ新調しました。ここにダンパーがないのでカットしてません。ダンパーはここに映ってます。そしてここにモーターはありません。モーターはここに映ってます。ですからここのモーターの部分のカットもしてません。ボディは新調しました。前回プロトタイプの走行はこちらで走行したんですけども、ウイングをあえて元に戻しました。実はこのウイングをどっちにするかで3日ぐらい悩んで、純粋に単純に3日ぐらい発売が遅れましたね。こっちの方がねかっこいいんですけどね、私大好きなんですこのウイング、アバンテなウイング。でもこう後ろも変わった、もちろん前も変わってる、まあ、これはねマイティフロッグ2の時点で変わったんですけど、逆に今度ボディはそのなるべくノーマルにしたいという考え方が現れたので、まあかといってこっちはかっこよかったので、それで悩んでこっちに決定しました。まあ自分で走らせる時もしかしたらこっちに変えるかもしれませんね、この動画を撮り終えた後にね。まだ気持ちが揺らいでる部分もありますのでね。そしてタイヤはこれに決定してます。プロトタイプのテスト走行の時にいろいろタイヤを試しましたね。そしてあの時の走りが良かったですからね、本当発売を楽しみにしてた人も今見ていただけてますかね。発売が確定しましたよ。今日の動画でですね、前回のプロトタイプのテスト走行で持っていかなかったこのスーパースチュートのフロントタイヤも試したいと思います。リアがしっかりねスピンせずに、これでもこの曲がるタイヤでもスピンしなかったので、さらにもっと曲がるかもしれない可能性があるこのタイヤを今日の発売のテストと兼ねて、発売走行と兼ねてテスト走行もしたいと思います。そしてプロトタイプから変えた日本アンテナも取り付けました。これはね1、2とエボリューション作ってきましたけど共通ですね。そしてまあこの辺はあえてもうちょっと詳しく見せましょうか。エボリューション2で変わったフロント周り全部が違いますね。タイロッドからサスアームからダンパーステーカーダンパーまでね。はい、そしてリアはこんな感じ、 BMAX2MR のリアユニットを一式取り付けてます。そしてボディを新調したボディを外しましょうかね。こちらねカットしてませんよね、先ほど言いましたね。そしてここはですねボディプロトタイプではここをカットしたんですよね。ここをカットするとウィングステイであるこの部分の強度が格段に落ちることは分かってたんですけどカットしました。それはこのダンパーステイがあって乗らないからなんですよね、カットしないと。でも今回はカットせずに済んでます。これはですねまあそれもあってボディを新調しようと思ったんですけど、まあここがねカットがいらないというのもあってですね。そしてこれは実はね、搭載位置を 7、8ミリ前にすることでここをカットせずに済みました。ですのでこの取り付け穴位置の開け方がずらしてますね、前を見ると分かりますね。ということで 7、8ミリ前にずらしてます。ですからここを取り残して作れたのでダンパーウィングステイ強度がしっかり保たれてます。そしてこの辺で説明することはモーターは 7.7 じゃない 6.5 ターンです。こちらね、はい、先ほど言った BMAX2 の MR のギアユニットですからね、
ギア比も自由に選べていいですね。そしてバッテリーは 7.4V のリポです。こんな、あ、裏面最後だった。はい、もう裏面見せましょうかね。業界がざわつきますからね。ざわつく準備できてますかね。前回のプロトタイプでチラッと見せてますからね。あれの、あの動画がクッションになって、もう心の準備はできてると思います。いきます。じゃーん。なんだこのすごい形状は、不思議な形状は。こんな感じになってます。すごいでしょう。手作りですよ。この辺の穴はね、他の、もともとこのアルミシャーシはこの作るために買ったんじゃなくて、他に自作パーツとしてね、以前作ってたのをもぎ取ってこれに使いました。ですからちょっと穴は残ってますけど、この形状とかはこのシャー、もちろんこのぴったり感このシャーシに、ね、合わせて切りました。切って作りました。すごいでしょう。これ何がすごいかって、本体、この本体の方には一切加工せずに止められてるんですよね。ちょっと表から見ると分かるかな、こんな感じ。ちょっと難しいですね、説明が、うん、あ、このこっち上もポイントですね。上側を止めてる、これポリカ板でこのような形状を作り出してます。ここ高ナットを入れて強度を出してます。うん、これでかっちりついて、もちろんこれがね 2mm の厚みなので、もうかっちり何にも動きません。よし、これで説明終わりか。では今から走行動画、まあプロトタイプから何が変わったか、あ、そう、プロトタイプの走行動画から変わったところはまとめすると、あの時はブラシモーターのスーパー、タミヤのスーパーストック23ターンモーターでしたね。それにバッテリーは忘れた、バッテリーは 7.4V をつけてたと思いますが、それにからブラシレスモーターの 6.5 ターンに変わってますからね。パワーが確実に上がってます。ただ前回あれだけの走りをしたので、もうほんと何の心配もいらないですね。うまく走ってくれるはずです。では今から走行動画を撮りに行きます。こっちのタイヤのテストも楽しみですね。ではよろしければご覧ください。はい、外にやってまいりました。あの、私のフラットダート最速フォーネットエボリューションを自らの手で発売から1ヶ月足らずで塗り替えることになるとは思いませんでした。さあどんな走りをするんでしょうかね。まあ直線スピードそのものというよりもね、グリップ感やもちろんコーナリングですよね。その辺はもう、あのスピードっていうのはね、ギア比とか、こちらはねギア比が自由なので、あちらより速くすることは確実にできるので、まあコーナーリング性能、それそして跳ねないこと、もうそれもう走らせる前に想像つきますよね。四輪サスペンションかつリアのねハイエンドバギー系がついてますのでね、もう確実にホーネットエボリューションを超えることは間違いないんですけどね。あとはどのぐらい超えるかのレポートをしながら、あの時のね、そう、映像、ホーネットエボリューションの映像を先ほど見てきましたし、感覚としても覚えてますし、そしてこのここですからね、ホーネットエボリューション発売と撮った動画は、撮った場所はですね。では行きます。あとでね、フロントタイヤ宣言通りスーパーストリートのタイヤにも交換しても走らせますのでね。いや、行きます。業界ざわつく準備できましたか、業界さん。行きますよ。おうおうおう、わあ、おお、はや、スムーズ。うわ、前の出方が全然違う。リアタイヤ同じなのに。うわ、あ、これでも、うわパワースライドがすごい。うおほほ、はいよ、うほほほ、うほほ、はい、やっぱ駆動系がいいから伸びが違いますね。うおほほ、
最速だわ。ホーネットエボが霞む。すごい。うおー。あー、これやっぱパワース。低速の時はあんなにスライドするのに、高速になると全然。あ、さすがに振り返すとなるな。でも全然いいですよ。これわざと動画映えするために荒くやってますけど、普通に走れば、うおお、やば。これ私が思ってた以上に速いし、業界のざわつきが聞こえますね。日本アンテナがかっこいい。おお。これいいな。うわ。これどうなるんだろう。スーパースチュートのタイヤに変えたらどうなるんだろうね。まあこれはショートホイールベースですからね、打角はまだまだ減らしても十分走ると思います。最小回転半径をこのぐらいです。こんな感じですからね。うわがかかった。うわうわ、フラットダート最速、ありとあらゆる日本全国の俺がフラットダート最速ダート言っているやつらを蹴散らしたい。そのぐらいすごい。うおボックスにぶつかっただけです。うわやばいこれ。今日は風が強いから走行音がどうでしょう、カメラに収まってるかな。いやー今頃これを見た元世界最速、あフラットダート世界最速、あ元も俺ですね。元はホーネットエボリューションだったんですけど、この人、このマイティフロッグエボリューション3が1位になりました。最速になりました。そして2位が、2位も私のホーネットエボリューションということですね。あーマイティフロッグエボリューション、あー楽しすぎてやめられない、手が疲れた。カメラとスプロープを持ってますからね。よいしょ。ではタイヤをスーパースチュートのタイヤに変えます。すでに早すぎて疲れてます。こんだけ早いと変な疲れが出ますよね。では交換します。はい、フロントタイヤトリプルリブからスーパースチュートに変えました。全然ねゴム質が違うというか、これカチカチ硬いんですよね。プラスチックに近いというか、これはふわふわでゴム質、ゴムの成分が多い感じですね。どうでしょうね、これはこれでパターンで、もうパターンが違うのは言うまでもないですけど、パターンで食いつく面とこの粘りで食いつく両方の面があるかな。どうでしょう、これはこれでこっちの方がねかっこいいですよね。なんていうのかな、ただものじゃないぞというような雰囲気を醸し出しますね。いきます。曲がる曲がらないですから、あどうだろう、
ちの方が曲がりますね。あ、やっぱこれまで通りですね。これ一番曲がるんですよね。あー、やっぱトリプルリブの方が扱いやすいな。これ結構偉大なんですよね、数々今まで走ってきましたけど。曲がるし、方向がぴったり決まるんですよね。このリブ通りの特性ですよね。このまっすぐのね、ひたすらまっすぐのこの通りの走り、これから想像できる通りの走りをしますからね。うん、やっぱ引っかかるな。長残るというのかね。うん、トリプルリブがいいですね。いや、疲れた。最後にこれで走りたかったというのもありますけど、もう十分でしょう。これで走ったしね、さっき。よし、これで終わりにしましょう。疲れた、早すぎて疲れた。ご覧いただきありがとうございました。もう一度見せますね。一周こんな感じです。裏面はこうです。はい、ご覧いただきありがとうございました。フラットダート世界最速の称号を得たマイティフロッグエボリューション3発売動画でした。ありがとうございました。